どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらブラックバードを使って百式挑戦していこうと思います。はい、ブラはね、やっぱり闇コンボ強化で火力出せる上にですね、クロロ使ってあげることで76運用できるので、まあ言うてバカ力出してるキャラではあったんですよ。で、百式ね、50分の1火力になってしまうわけなんですが、まあ、最近追加されたね、もっともっとバカ力なキャラを組み合わせるとね、とんでもない火力が出せる編成が作れるということで、今日はブラックバードを使った編成で百式やっていこうと思います。まあ早速編成紹介からしていきますね。はい。編成はこんな感じになります。今回のメインはエスカマリですね。まずはリーダーバランです。毒耐性プラス毒目覚め耐性、そしてラジャー武器継承です。もうスキルとしては全く運用しません。まあ序盤耐久できるというところですね。76番目持ちリーダーで耐久できるのと毒耐性プラスを持ってて、さらに武器ラジャー武器をつけてあげて、もう完全にラジャー武器として運用していきます。はい、まあ毒耐性持ってる76リーダーで、かつ序盤耐久できるというところに一番ねメインなところがあります。でスカマリー今回の火力枠です。まず1枠目スキブが余ってるので、バインド上限解放、そしてアシュリー武器継承です。ここ好きな無効貫通武器つけれるんですが、もう理想は圧倒的にアシュリー武器、やっぱり回復力上げれるのでめちゃめちゃ強いですね。代用としては無効貫通武器全般何でも OK ですが、回復力が低いと結構しんどかったりするんで、ちょっとそこはね注意してください。例えば宝剣武器とかで無効貫とチーム HP 持ってあげて、バッチを回復に変えるとかもありです。 HP 調整だけしてね、6万4000ぐらいあれば大丈夫なんで、 HP 調整しながら編成組んでみてください。そしてエスカマリです。スキブプラスに上限解放で、こちらリクト武器継承ですね。はい、まあ、ここはノーチラスかリクトで、属性吸収無効を代用する場合は他の枠でね属性吸収必要になるので、できればリクトが理想って感じになります。はい、無効貫要因で火力出してもらいます。そしてスキルドです。これスキブ6あってね、リダフレエンハンス持ってて、かつジン打てるんで採用されてます。はい、特にねヘラドラゴンのジン対策とかはもう完全にスキルドに任せますので、結構このスキルね大事になってきます。はい、あとはボス階層あたりでねリダフレのエンハンス打てるところにもメリットがあるって感じになります。はい、まあこれがスキルドですね。で武器は手塚武器継承です。チェーン4つけて HP 強化、まあここ何でも OK です。で手塚武器継承で、これはもうシンプル回帰力が欲しいんで、手塚武器つけてるって感じになります。一応ここ自由ではありますが、回帰力低いとね結構しんどかったりするんで、回復上げといてあげてください。でクロロです。お邪魔目覚め耐性に、こちらパクノダの銃継承ですね。でここは覚醒無効回復が打てるスキルなら武器何でも OK なんですが、ボス階層で半分過ぎた後にですね、サブの攻撃力3倍としても使えるので、一応パクノダ武器つけてあげてます。基本的にはここは覚醒無効回復武器をつけてあげてね、バルディターンとかパクノダとかで、ボスの 10% 発狂時ですね、覚醒無効回復返してあげるって感じになります。サブの攻撃力があるとなおよし。でブラックバードです。チェーン4に神キラー、そして10連ガチャなら継承って感じになっております。はい、ここはねバインド雲耐性があれば OK なんですが、今回これでスキブちょうど25になってるので、10連ガチャならでスキブ1つ持ってあげてます。はい、ちょうどこれでスキブ25って感じになります。っていう感じの編成ですね。今日はこちらの編成を使って百式やっていこうと思います。エスカムリのね超絶火力を使ってね、ガンガン突破していきましょう。実際に使っていきます。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずはブラックバードからのクロロで、リーダーラジャーを撃ちます。激減貼ってあげて殴っていきましょう。光と闇含みながらの全力コンボで一旦削っていきます。はい、でこれで15コンボですね。このまま殴り押し切るんだ、強いね。で2階層です。2階層は手塚打ってあげて2ターンヘイストなんですが、まあ、その前にリクト武器打ってあげましょう。リクト武器打ってあげて属性吸収無効発動しておいて、かつ手塚でヘイストしていきます。手塚はサブの攻撃力全部5倍してくれるんで、余裕でワンパンできるようになると思う、この階層は。なのでここはワンパンしていきます。はい、さあこんな感じで闇の53でも十分多分突破ラインに入るんじゃないかなと思います。5倍乗るんで、実質今10強4つ持ちになってますからね、エスカマリとかは。はい、こんな感じで突破していきましょう。さあそして3階層ですね。3階層はクロロ打ってあげてルーレット対策からのブラバ打つって感じになります。とりあえずまず一旦ブラバ打ちましょう。ブラバ打ってあげて闇回復花火生成で一旦光ドロップ作ります。はい、で光作ってあげて、であとは普通に組んでいきましょう。
なんで闇ずれてるんだ俺。何してるんや。さすがに、ナイス落ち込む。危ねえ。さすがにこの階層で単体攻撃するのバカすぎるやろ。はい、ちゃんと全体攻撃入れて突破していきます。危ない、危ない。めちゃくちゃ頭悪いパズルになってた。で、4階層。ここは、まずアシュリー撃ってあげて、1コンボ。ここね、指短縮食らって4秒しかパズルできないんで、1コンボで OK です。はい。まあ、あの、パズル前人は組みに行っても大丈夫。でそしたら、クロロ溜まるんで、クロロリダチェン。あらのブラバー。ドパーやっていきましょう。で、クロールでダチェンしてあげると指がキブになります。キブあればまあまあさすがに組める人ほとんどだと思うので、はい、こんな感じで。闇の5374なんだこれ。5374組んであげて、で、ブラバーエンハンス入ってるんで余裕でワン、あれ？あ、あなた無効感ですか？失礼しました。あ、無効感の方で、はい、了解しました。エスカマリ打ちます。ちゃんと見てなかった。はい。オブね。さあ、これで闇の無効感を含む11コンボですね。このまま突破していきましょう。危ない危ない。無効感の型なんでね。はい、これで倒していきます。まあ、クロロとエスカマリいますからね。火力は申し分ないですね。はい。で、ここは、まあ、初手ブラバ打ってあげて、で、無理に突破する必要はないので、耐久していきます。どうせね、ここ無理に頑張って突破してもね、その先に待ってるのは欠損地獄なわけですよ。だったらルーレット生成をしてくれるこの階層でね、甘い蜜吸ってるのが一番いいわけですよ。はい、なのでここでボタン耐久していきます。もうさっさ76に戻した方がね、安定感も増えるんで。はい、このルーレットもらっていきましょう。やっぱ回復作ってくれるのはね、強すぎますね。で、回復2セットの闇に C で、全回復かな、確定で。なんか、調子乗って落ち込んできたけど大丈夫だよな。何してんねん何してんねん、ほんまに。はい、まあでもいいです。6階層ですね。ここ必ず初手ブラックバード打てるようにしといてあげてください。先制攻撃6万4000ぐらい食らいます。6396でですね。はい、これ必ずブラバ返せるようにしておいてもらって、緊急回避ブラックバードで、あとはしっかり殴っていきましょう。ここでブラバを打たないと回復足りなくて負けたりすることが多いです。ちゃんと回復挟みます。これで14コンボ、15コンボ。思ったよりね、なんかエグい落ち込んで倒しちゃいましたけど、まあ、こっちの火力もエグいんで、これで突破していきます。さあ続きまして、7階層。ここも先制なんだよな。うん、まあでも闇ドロップもあるし、一旦盤面で消しましょうか。ブラバネ打てないターンは基本的に耐久になるんで、HP がある状態はね、エスカマリ打って殴りでもいいんですけど、 HP がない場合はね、エスカマリ打って殴りしちゃうとね、負ける可能性高いんで、まあ一旦まずブラバで待ちましょう。18コンボで次エスカマリブラバで殴っていきます。基本的にエスカマリはブラバと打つ感じ、イメージとしては。はい、エスカマリ打ってあげてブラバ打ちます。めちゃくちゃなんか弱化食らってないこの編成で。三色陣出来上がるので、なんかめちゃくちゃ弱化食らってる気がするんだけど、倒せるんですか本当に。ここから倒せる保険はあるんですか ?16 コンボ ?17 コンボ落ち込んでもんがあったわ。ナイス、強すぎだろ火力。突破していきます。で、続きまして8階層。ここもエスカマリ打って無効感いきましょうか。ちょっとだけ確か先制ないはずなんで、いっちゃいます。これで闇の、うお、無効感2セットじゃん、強。無効感2セット含む闇4セットですね。闇5セット6セット7セット8セット、これ一番強い、多分今日の動画で一番強いかもしれない。ナイス。あ、でもそっか、ブラバエンハンスが入ってないのか、残念。あ、でもこれで倒していきます。
で、9階層ですね。ミラー。あ、ここもブラバウって倒していきましょう。パンパンゲーミングいきます。で、エスカバリオチコンがやっぱりめちゃめちゃ強いので、比較的ね、あの、落ち込む期待値に入れていいと思います。1、2コンボは正直大抵降ってきます。あんま落ち込ん来ない方が珍しいんじゃないかな。76番目に最大組んで、エスカマリ目覚めあって落ち込ん来ないっていうのは。全然来おへんやん。フリーを離したかったわけではないけど、これで倒していきます。クロロ、エスカマリ、エスカマリが本当に火力高いんで、ここに頑張ってもらう感じの編成ではある。で、ここね、まず初手左だけターゲットで殴っていきます。はい。とにかく左殴っていきましょう。スクルド打っちゃっていいね。スクルド打っちゃいます。で、左タゲで殴りましょう。全体攻撃はできれば入れたくないんですけど、落ち込んきたらまあ別にそれはそれで OK。まあ大丈夫っすよ。そんな簡単に闇の落ち込んなんて来ないんでね。特に全体攻撃の落ち込んなんてほとんど来ないんで、気にしなくて OK です。そもそも落ち込んなしやったわ。で、ここ左タゲで殴りです。で、カナのブラバウって突破狙っちゃっていいんで、10回演奏だよね。狙っていきましょう。いきます。ブラバウ打ちます。イエス。で、交換含んで。さあ、これで。交換含む。15コンボですね。まあ、さすがにエスカワリ目覚めありで闇欠損することはほぼないと思うんで。今回闇の欠損はもうあの想定してません。だってしないもん。うん。これで突破していきます。逆にすごいよ。エスカマリ、あ、でね、ここね、私の記憶、私の思い打つかどうかはね、任せます。打つ場合は、一応ボス階層で、あと5ターン、5階層で、ね、マックス11なんですけど、打っていいな、多分。打ちましょう。はい、打ちます。ここね、多分打っていいわ。迷うところではあるんですけど、まあ、打って困ることはない。ボスの 10% 発狂時にこのスキルを貯め直すだけなんで、そんなポン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 って倒していくの多分厳しいんで、これで打っておきましょう。これ、盤面最大？ちょっと、雲で見えないけど。あら、ナイス !20 コンボ、20、21、22、23、24、素晴らしい。で、サブの攻撃力エンハンス乗ってるんで、これはもうワンパンですね。こんな。はい、突破していきます。ワンパンしちゃうとなると、ちょっと、いろいろスキルがまずくなってくるは、くるんだけど。でも、どっちみちここで3ターン耐久入るし、うん。ね、ここで3ターン耐久なんで、いや、やっぱ大丈夫ですね。で、これで右側タゲで殴っていきます。6体制完璧なんで大丈夫です。エスカマリとか打っちゃっていいんじゃないかな。で、ルーレット利用して、そうよね。指16秒あるんで、もうルーレットの暴力で回復作っちゃったりして、タイミング2セットの回復2セット。12、13。で、また右タゲで殴り。右だけしとけば大丈夫ですからね。で、ここで万が一次全体入ってももう大丈夫なラインに入ってるので、安心。あと、お邪魔だけ食らいます。残念ながら。18秒ですね。もう楽勝っすね。5、6。闇2セット含む、回復2セット含んであげて、また全回復です。回復2セット組んどけば全回復できるんでね。若干エンハンスはもう帰る？あ、OK、ナイス、消えましたね。じゃ、これで突破したい。どうだろう。まあ、一旦ブラバ打って全力コンボで様子見しますか。エスカワリ打つかどうかは難しいとこだな。さすがにやりすぎかもしれん、エスカワリ打つのは。いい水木、光闇回復。え？なるほどね。まあ、打っちゃいますか。いや、いっちゃえ、いっちゃえ。ブラバ打ちます。やらかした。
はい、これで無効管2セット、闇4セット、14コンボ、15、16、内臓打ち込み闇6セット。さあ、倒せ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 、こんなんいけるやろ絶対。ナイス、最強。スクルドも溜まってるし、いい感じですね。14階層には必ずスクルドを溜めた状態で突破してください。で、クロロもあと6ターンなんで大丈夫そう。あ、待って、まずいことになった。エスカマリ残しておけばよかった。めっちゃやらかした。あのエスカマリをですね、ここに残しておかないとですね、何がまずいかと言いますと、闇欠損する可能性があるんで、ここ必ずエスカマリ残した状態で突破してください。で、僕がやらかしかったんですけど、まずバーン継承のラジオはボス発狂時に必須。クロロは当然打つ意味がない。スクルド打つしかないんですけど、スクルド打つ場合は、必ずなんですけど、ここが6ターン溜め直しが必要なんですね。はい、6ターン溜め直していきます。闇にセットで地道に耐久していきましょう。はい。すいません、ミスりました。スカマリ打っちゃダメです。あー、右だけで。あー、まずいまずい。じゃあ、ここ耐久していくんで、一旦カットです。はい、カット。OK! じゃあ、耐久終わったんで倒していきましょう。なんか、とんでもなく神がかった調整をしてるわけなんですが。すごいな。完璧だな。よいしょ。はい、これで闇の2セットで余裕で倒しきれるので、この HP は。なんかすげえ神調整で突破していきます。はい、で、スクルドも溜め直してんでね。これで OK です。はい、このまま突破していきます。ただまあ、来てほしいのはラードラ。はい。これ来ると、まあ別に、スクルド打てばいいんですけど、次の階層でね、リダフェレの若干エンハンスが返せなくなっちゃうんですよね。だからちょっと悲しいって感じ。で、待てよ。まずスクルドは絶対打つでしょ？で、絶対ブラボム打つんですけど、これ、エスカマリ打ちですか？いや、まだ打たないよね、この盤面は。1ターン待ちだね。でもリダフレエンハンスかかってんのか今。23。うわ、あり。じゃあエスカマリ打つか。エスカマリ打ってブラバ打って突破。次の階層先制ないもんね。だな。しかも先制あっても大丈夫だ。あ、強っ。え、絶対これじゃん。え、で何、これでまさか次、いや、まあ次、もしこれで削りきれなかったらですよ。削りきれなかったら、エスカマリ打って落ち込むゲーすればいいし、第一削りきれるから関係ありません。はい、ということで、突破ナイス。お前、ルーレット作ってくれるんかい。めっちゃいいキャラやん。はい、エスカマリ打ちます。こいつがルーレット作ってくれんかったら、俺、死んでた。俺、死んでた。これ待ちますよ。はい。はい。無効管含む 10C です。 11C 倒せ。ナイス、突破していきます。エスカマリちゃんとスキル試ししておけばこの突破方法できるからいいね。さあ、ということでバース、リダフレジャッカー最悪。初手突破狙うのはやばい？いや、全然ありだろ。行くわ。メコカン弱い気がするな、今回。キラで行きます。よいしょ。ここ、平積みの闇の6セット。雑に火力出していきましょう。雑な火力。雑にワンパーン、雑な火力ボース。2段階目で、ここはラジオアの激減を張ってる状態で突破することだけを意識って感じです。それ以外は普通に殴るだけだからあんまり気にすることありません。初手から早速いっちゃいます。指16秒あるんでね、パズルも落ち着いて組んでいきましょう。はい、これで闇93、雑にエスカバリの火力で殴っていきましょう。
ここまで来たらエスカマリも一軍リーダーよ。超強い。全然削られへんやん。どこが一軍やねん。で、これさ、ラジオは打つのは気早すぎ、さすがに。ちょっと気早いか。で、これで半分行くとかはないよね、一応。ない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 。だって、ないでしょ。いや、もう行ったらそれは本当に困るけど、そんな強くねえだろ、この編成。さすがに。いや、なんかめっちゃ行きそう。なにこれ。すごい嫌な予感がめっちゃ今、嫌なフラグが立ってる。大丈夫。よかった、現実的な編成で。ここラジョアだな。うん、次絶対倒しきれる自信があるのでラジョア打ちます。ナイス、無効感組めるやん。でかい。さて、無効感組めないことも結構あるんでね、これありがたいですね。さあ、こんな感じで無効感含む2セットで、もちろんこれで半分までいってもいいんですけど、さすがに半分までいくのは厳しいと思うので、そうですね、なのでここですよ。ここでスクルドを打って、しかもね、これ雑にエスカマリ打っていいんすよ。雑にブラバ打っていいんすよ。なんでかっていうと、リーダーに覚醒無効回復が待ってるから。超雑にいっちゃおう。雑雑すぎる、雑すぎるパズルで無効感闇5セット。もう絶対こんな半分いくんで、しっかりとラジオの激減ある状態で殴り、ナイスで、しかもここ激減があるので一発ちゃんと耐えきれますし、さあ、ということでラスト突破していきましょう。ここはエスカマリ打ってあげて、リーダーのサブの攻撃力3倍発動していきます。で、これ 10% 発狂入ったら覚醒無効回復、入ってない場合でこういう残し方した場合はもうサブエンハンスとして打ってあげて OK って感じです。あとはまた雑なパズル組んでいきましょう。無効感2セット雑すぎる。でもこれでしっかりと突破していきます。さあ、ということでこれでね、百式チャレンジをブラックバードクロロエスカマリで攻略でした。もう普通に安定感って結構楽しいし強い編成でしたね。タイム23分。まあちょっと奇跡でぐだっちゃったんですけど、あそこがなかったら、エスカマリね、ちゃんと温存してあげて奇跡階層突入するならば、まあ特に問題はなく攻略できるかなって感じですね。なのでそんなに悪くはないと思いますし、早かったら全然20分切れると思うんで、ぜひよかったらね、使ってみてください。ということで、今回はブラバックとエスカマリ、そしてクロロを組み合わせて、百式の攻略でした。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。